気をつけてくれよ。絶対ユーライドはずやけ君んのな。いいメテオラは。クロエ。ん？田中一郎さん。メテオラと通じてるってどういうことだよ。私たちは騙されてたの。地上を独り占めするために俺たちを閉じ込めてたのか。だから私の食事はいつもプリントフードだけなの。やはり流出した人型メテオラの画像が大きかったみたいだ。あんなのほったらかしてるんだなって、そう思われても仕方ないような状況になってしまっとんか。やべえな、もうこんなに。どんなに？だってさ、ポリゴンやとか、エリクサの状態やけ、みんなの表情がどんな感じなんかわからんからな。エリクサってことはさ、あれか。この辺は作られた人間やけん、ちょっと見栄えを良くするために作られた人間やけん、本物の人間の表情とかはようわからんだけど一さ。人一人お、説得するわけにも。出てきたー、パトロックスの仮面。おい、アオバ、あれ、パトロックスの仮面じゃねえか。字幕で被ってよう見えないかもしれません。皆さんごめんなさいね。そんな人はもっと上の九条凛子さんの会社を見てください。気づけ、都市の人々。この都市はテクスチャであつらえられた牢獄だ。我々はプロメテウスに搾取されている。豊かな地上から切り離され、実体のない偽物に囲まれた。貧しい生を押し付けられた。これではまるで家畜ではないか。そびえ立つあの上層へのエレベーターピラーこそが我々と地上を隔てるものだ。あれの操作権限を奪い取り、我々はブロンティアへと向かう。あふれんばかりの水も、木も、草も、花も、手に触れて感じるために進め！乗ってきてるな。集まってる。下にエリクサーともめっちゃ集まってきてる。なんだあいつ、殴ってでも捕めっちゃまってみんやなれ。パラパラに多いよね。統一感があるのかないのかわからん感じだったぞ待っ今。てヤマト、あれは確証情報体だ。実体がない。おっと、冷静なツッコミだ、アオバ。プロメテオスの権限でもまるで情報が読み取れない。何者なんだ。わあ、もうほんまさ、プロメテ、パトロックスの上の人をさ、絶対、プロメテウスとなんか繋がっとくところあるよな。お？速やかな退去。あ、来たか、アルゴス。まずい。どこ？アルゴスが来てる。あ、おるな、あそこ。繰り返します。当エリアからの速やかな退去を。おい、お前たち静まれ。そんなやつに従うな。だから落ち着けって言ってんだよ。俺たちは敵じゃ。なんだ？あ、来た！フォックスって誰？フォックスって誰？もうさ、アンドルフみたいな仮面のやつの前でさ、フォックス出てきたらスターフォックス出てくるからな。お前、狙ってるだろ！マイディアレストさんよ。だってさ、アヤ石黒とかさ、イチロー田中とか日本人っぽい名前でいきなりさ、フォックス出てくるからね。なぜフォックスなんだって。 もうノヤちゃんが出てきたことよりもさ、そっちの方に突っ込み入ってしまうからな、俺。星の光。寂しいから叫んでいるの。苦しいの。そう。だからみんな泣いているのね。悲しくて。でも、おきもうゃ心配ないわ。でかっ。 押しのけたな。パトロックスの仮面押しのけたな。ノアはいつもそばにいるもの。エクレアとか出てきた。ああ、そういう外国的な名前の人もおるんやな。ノアとは愛よ。人に寄り添う。決して離れたりしない。ほう、さすが歌姫。泣いているなら慰める。嬉しいのなら一緒に笑う。一人一人みんなを等しく大切にしてみせるから。私ならそれができる。この身は実体よりも確かな愛で構成された幻想だから。幻想でもいい。ノアちゃんがいてくれるなら幻想でもいいです。そしてあなたが私を呼ぶなら、いつもノアはそこにいる。どうかみんな優しい笑顔を私に見せて。笑えないなら癒してあげる。
星の光が見えないのなら見えるようにしてあげる。泣いていたら私の歌が聞こえないわよ。あなたたちに寄り添うためになんか今ここで歌いましょう。母性強いな今日のノア。今日のノア母性強いな。さあ涙は星に込めて私に投げて。もうやっとボールみたいな格好で投げるぞ。IQサプリや。お礼に愛を振らせてあげる。もやっともやっとってすごいなノアは。もうみんな笑顔になった。ほなエリクサーだから分からんけどな。オルゴスも言ったぞ。あおらんようになった。仮面のやつも逃げ出しやがった。ノアは本当にかっこいいよな。スターだぜ本物って感じだ。ほんまよな。声だけで沈めやがったみたいな。こんなのオルガにもできないやみたいな。俺たちも盛り上げようぜノア。お前はいつも最高だ。わあ、来るライブが来るぞみんな。曲が違う。曲が違うぜ。おお。二回目になるけどさ、これは見飽きんな。でかいなぁ、ほんま。いや、おっぱいとかそういうさ、いや、いやらしい意味じゃなくてね。動きが滑らかなんよな。すごいわ。近い近い近い。お、結構近い。結構近いで。近いで、工藤。ほう、動き滑らかな。そのバーチャルユーチューバーとかいう、そういう文化が根付いとう中でさ、こういうのも見せられたらさ、やっぱ VTuber とかそういうのにも引きを取らんのなーって。VTuber とか MMD とかにも引きに取らんなーって、VR。これをゲームにさ、入れとんやけんさ、さすがですわ。アルドデウス BC。偽物なんかじゃないのかもしれないな。あ、とうとう。ノアはノアなりの本物っていうのを見せられた気がするな、これ。え？ノアのことも、私はずっと怪しんでいたんだ。コーコの死後に現れた、コーコに似た存在。そこは、ノアもアニマと変わらない。それに、あいつはサンルームに入る。さりげなく向こうでヤマトがノアに手振りをみたいな感じだったもん。でもノアちゃんヤマトのこと無視してどっか行ったけどね。拒絶された無視されてちょっとがっかりした感じになっとるよヤマト。ごめんな、クロヤ結構真面目な話しちゃうのにガン無視してしまっとるよ。高校に拒絶されたか。ノアが人々を大切に思う心は確かなものだ。うん、その思いが本物であることは疑いようもなく確かだ。そうだな、コーコのコピーみたいな感じで見た目で作られたわけとさ、その実コピーではないんだよ。ノアっていう新たな本物が、別の本物がおるわけだ。責任を自ら望んで背負ってみせるか。立派だよね。それも大勢の友達一人守れなかった私とは。クロエ、
星を投げてあげたらどうだろう。星を投げる。星？うん、きっとノアすごく喜ぶんじゃないかな。ああ、YouTube で言うスーパーチャットみたいな感じな。言ったでしょ、比較なんてする必要はないって。自分より素敵だと思える人を見つけたら、君はとても素敵だねって認めてあげればいいんだよ。いや、そうやな、そうだよ。嫉妬することなんかないんよな。素直にそう認めてあげてさ。そうやな、 YouTube で活動しよったらさ、いろんな他の活動しよう人がさ、自分より優れとってさ、嫉妬してしまう時があるんよ俺も。でもそういうんにも嫉妬せずにさ、ただただ面白いですねって言ってリプ送ればさ、そっからいろいろ発展するかもしれんし。そうやな、なんかちょっと俺心が癒されるような言葉を聞いた気がする。これまでクロエができなかったこと、アオバのこの一言でできるようになっていくんかな。ノアっていうさ、新たな一人のバーチャルのキャラを一人の人間として見えるようなことがあるんだろうか。なんだ、星を送るってこういうこと。アオバありがとう。なんかおお一覧のスタンプ送るみたいな感覚やな、なんか、うん、こちらこそ素敵な歌をありがとう。アオバ大人。おうおうおう、俺が送っていいんじゃ。こうすればいいんですかね。おうおうおう、今回だけだ。積んで入りましたね。今回だけだからね。クロエがそれ言うたらさ、なんか積んの部分が鋭すぎてな。裁縫の針みたいな感じやけんな。おお。穏やかな時間も過ぎて、アニマの話に戻ってきたな。あ、まだ攻撃しかかるんじゃ。まったく、まだないね、この子は。ホログラムなんだから触れないに決まってんじゃん。前にも同じことはあったのにさ、初見みたいな反応したな、今。えぇって。わぁって。初見みたいな反応したな、今。毎回毎回やるたびに初見っていう、そういうことか。まだ理解できない?本能の赴くままだね、おバカさん。まあ触れはしないが。一方的に殴ることができます。ジュリースタイルです。この私に爪を向けるような生意気な子には痛いお仕置きしてやんないとね。主従関係を見せつけております。ドエス博士、いたずらに刺激するのはやめてください。アニマがかわいそうです。かわいそう、かわいそうだって。おうおう、このメテオラがすごいな。相変わらずジュリア博士の手のこの立体感です。なんかこれすごい近距離で見せられてるな、この指の長さ。見えますよ、博士は意味もなく抑止装置を使いすぎです。最近はただでさえアニマの元気がない様子なのに。そうなんじゃ。あー、なんかこう見たら可愛いペットを見るような感覚だ。確かに弱ってるよなこいつ。そうなんじゃ。ここに連れてきた初めの頃に比べると、アルトマキア戦の後、傷を癒す間もなくやってきたメテオラを迎撃したんだ。体力が回復しきっていないのかもしれない。今のところ何か食べる様子も見られないし。そもそも何か食べるんかなって。あ、でもあれか、コウコはメテオラに食われたもんな。食ったっていう表現なんかちょっと微妙なところだけどな、あれ食ったんかなって。メテオラがちょっと何か食うんかっていうのもあれやけどな、わからんけど。こいつはメテオラだぞ、人間と同じものを食うわけがないだろ。そうかもしれんな、食ったとしても。メテオラが何を主食にしているかわからない以上、適当な餌は選べない。うん、ただこいつはただのメテオラじゃない、人間を食ったメテオラだ。ハイブリッドか、つまり人間とメテオラのハイブリッドって考えればいいんか。人間を取り込んだ影響でその外見、骨格、内臓が変化したのなら、その生態もまた人間に近づいている可能性はある。
そうさ、大いにね。ってことは何か食って体力を回復するっていう人間のそういう体の作りになっとうかもしれんって、そういうことかな。そこでクロエ、君にこの子の調査を命令する。調査？ただのメテオラなのか、はたまた人間性を持つ新人類なのか。新人類って預かりされてるの。イノベーターだね。君が調査イノベーター的な。いいんすか、俺が調査していいんすか。俺が調査しようとしたらとりあえずこの子のことを全裸にするけどね。あ、そういういやらしい意味じゃないですからね、皆さん。そういういやらしい意味でやってるわけじゃないですからね。とりあえずね、丸裸にしなきゃいけませんからね。いろんな意味で丸裸にしなきゃいけませんからね。私がなぜクロエに。ジュリー、お前が調査する方が効率的じゃないのか。アホめ、大体可能なことに私を使うなんて、君たちを作った意味がないじゃないか。そういう感じで作ったんすか。私のことはそういう感じで作ったんすか。ジュリア博士、ちょっと作られた側の身にもなってくださいよ。それクロやノアが手足となり、私はそのノアとなる。それこそが一番の効率的な方法だよ。はあ、そうっすか。そういう感じで作ったんすか。でもそれに、もしこの子の中にコウコちゃんの人格が眠っていたとしたら、あるいはコウコちゃんそのものがずっと眠り続けているとしたら、ああ、あれか、クロエと一緒に過ごすうちになんか目覚めてくるかもしれないと言いたいのか。それを呼び起こすことができるのは生前コウコと最も親しかったクロエだ。なるほど、そう言われてみたら確かにって感じになる。違うか。違わないだろう。おーん、たまに出るこのおーんってどっから来たんだろうな。ジュリア博士、この姿はまやかしだ。クロエを油断させるための擬態だ。まだそんなこと言ってるのか。わざわざこいつの思い通りにクロエを近づけるなど断じて。わかったわかった、うるさいね。まったく、なんでジュリア博士の時のメッセージウィンドウの時だけさ、こう顔を動かしても動かんようにやってるん。ジュリア博士、何の特権それ。じゃあこうしようかって言っても、私が作っている抑止装置をクロエに渡しておこう。あ、え、いいな。アニマちゃんに痛い目に合わせ放題だね。これの効き目は君がよく理解しているだろ、クロエ。俺もそんなことあるからな。いいんすか、俺が握っていいんすか。アニマの精子俺が握っていいんすか。博士、もうその辺に。それじゃあ調査よろしくね。いかんな、俺もちょっとドSの心が出てきたかもしれない。ああ、この子の精子俺が握っていいんですか。やべえやつだな俺。単純に俺やべえやつやってんな。クロエ、僕の方でいくつか使えそうなものを用意したよ。おお、出てきたな。ああ、気は乗らないが仕方ない。準備ができたらまた声をかける。いろいろ準備したってなんだ、何それ、なんなのその青えもんなあ。準備したって何や、青えもん。ダダ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 、青えもんが水色なのはドラえもんに近づけたかもしれない。はじめ、知ってるわ。始めます。青えもん、僕が記録するから、クロエはいろいろとアニマに渡してみてよ。ああ、そういう感じ。何かに反応するかもしれないみたいな、そういう感じ。何を用意してきたんだい。モザイクかけないといけないようなものを用意してないだろうな。どれから試してみようか。いろいろあるんじゃ。抑止装置いきなりあるわ。すごいことやってもいいっすか。すごいことやっていいですか。タタタタ、いきなり抑止装置。ドSが来ろう。哀れなメテオラちゃんに抑止装置を使ってみるのかい。当然だ、こいつはメテオラ。そんな感じだったっけ、クロエ。そんな感じででさ、敵対心煽っとったけど。高校の敵、危険だ。
これ前から見たわけでさ、こんなこといきなりせんでもよくないって感じやな、やってみたら。引かれてる。ヤマトにも引かれてるわ。非人道的なことをやってしまった。容赦ないな。クロエもひどいやつだね。いえいえ、ジュリス様ほどではございませんことよ。これだけ敵意を示されたら、今日の調査は続けられないよ。終わり終わり待って、俺そういうつもりでやったんじゃないんですけど、もう他のは気にすることないぞクロエ。それでいいんだ、こいつは危険だからな。よくないね。他のいろいろピザとかメテオラの声とかいろいろ気になるもんあったのに終わりな。続けさせてくださいよ。今日は休んでも大丈夫だよ。休むとかそういう話じゃなくてさ、あの後処理、後処理もやるけんさ、もうちょいいろんな反応見させてえな。終わらないで。なんか俺がすごいやばい人間ってことしかわからん。終わってしまう。あいつが高校のわけがない。やっちまったな。クロエ、何、俺クロエに何やらせてんだろうな。マジ非人道的なことをやっただけで終わってしまった。メテオラだ。あの姿に惑わされるな。これじゃあ俺視聴者からサイコパスだと思われてしまう。その俺の行動のせいでクロエもちょっとさ、敵対張り切って調査開始だ。あ、次の日になったんか。昨日はどっかの誰かさんのせいで調査が切れ気になってしまったからね。ごめんって、ちょっと出来心ってやつよ。まさか今日もなんてことないよね。やばい、ジュリア博士の言葉が振りに聞こえてくる。やばい、ネタせいだから俺やらやよ、いきなり気になってしまう。今日はまともに調査できることを期待してるからね。なんか逆にやりたくなる。ジュリア博士にそう言われてしまうと逆にやりたくなる。振りに聞こえてしまうんや。これが昨日の調査結果になります。どうなったん。やはり特殊個体はメテオラというより人間に近づいているようだね。そうなんじゃ。てかあのさ、拷問から何を学んだんや。拷問からどういうこと、そういうこと分かったんか。今日はコウコちゃんゆかりのものを与えてみよう。そうだな、俺もそう思ってたわ。そう思っていながらネタに走ってしまった気がこれです。なぜそんなこと。決まっているじゃないか。特殊個体が人間に近づいているのはコウコを捕食したからだ。メテオラが人を捕食することでどれだけ記憶や思想、能力を引き継ぐのか、その度合いを調べるためさ。そうやな、ジュリエ博士に一票。それってつまりコウコの使ってたものとかコウコの好きだったものをあのメテオラに与えるってことか。そんなんでわかるのかよ、あいつがコウコの記憶を持っているって。何かしら反応ありそうだもんな、もし記憶を持っとったら。わかるのかわからないのか、少なくともその答えがわかる。わあ、なんか研究者みたいなこと言ってる。研究者だな。かつてアインシュタインは言った、ジュリー博士は、神はサイコロを振らないとね。だいぶかつてですね、これ。これ2300何年とかの話ですよ。アインシュタイン何年前の人だよ。なんか俺から見た徳川家康みたいな感情レベルの人ですけどね。かつてや、かつてのレベルがな。人間とメテオラどちらの特色も併せ持つこの生物、我々の未来さえ変えかねないこの生き物が、確率に依存した偶然の産物で生まれたとするのはつまんない。どうしてコウコの姿をしている、どうして今我々の前に現れた。そこには理由や法則が必ず存在する。何らかの意図が隠されているはずだ。私もまた声を大にして言おう。全ての事象に意味があると。考古成分を引き出すことで、その意味を知ることができるかもしれない。知りたいだろう、知りたいよね。お前にも小さいなりに考える脳みそがあるのなら。ああ、なんか俺サイコパスなことしてしまったって言ったけどさ、ジュリア博士に勝るサイコパスおらんけん、まあ俺が平凡に思えてくるんですよね。その好奇心には抗えないはずだ。そうだろう。いや、もう
そうだな。でもジュリア博士の言うことって結構もうさあ理にかなっとう感じはするよな。やめてくれ、クロエ。高校のものをメテオラに差し出すだと。そんな行為はお前自身を迷わせる。くだらない命令なんて聞く必要などないぞ。でも俺与えてみたいんよな。アニマの存在を解き明かす鍵にはなる。その事実は否めないよ。可能性が十分あるからな。それでクロエが苦しんでもいいというのか。もちろん無理強いするつもりはない。そうやな、クロエから見てみればさ、コウコってさすごい仲良かった親友、その親友のものをさあんなモンスターに与えてもいいのかっていう気持ちはあるんか。決めるのは君だ、クロエ。どうする？こんな感じになるんやな。けど与えようか。高価なものを与えることで、あの特殊個体の謎が解けるのなら。この時のクオコの心境でどんな感じなんだろうな。ちょっと心が苦しいんやけど、しょうがないみたいな感じなんだろうかな。やってみる価値はあるかもしれない。おお、今日はノリがいいじゃないか、クロエ。めっちゃ笑顔。ジュリア博士のこんな笑顔が見れる時が来ると思わんかった。やっててよかった。選んでよかった、この選択肢。何もせず考え、それだけでこと足りるわ。ずっと建設的だと思うよ。そうだな、アオファ。俺もそう思ったからそれを選んだ。僕たちは進まなきゃいけない。そうだそうだ。アニマの謎を解くことは、きっとコウコさんのためにもなる。実はそう言ってくれるのを予測して、すでに用意してあるよ。よ、ジュリア博士、用意周到。お前、勝手にコウコの部屋に入ったな。だがクロエとしてはちょっと定評が。いいからいいから。私が持ってきたものの中から、クロエが試してみたいものを与えてくれ。オッケー。よろしく。チークヨロ。それがあのメテオラの狙いだったらどうする。それはちょっと被害妄想な気がするな。そんなもん狙ってくるかってことね。前も言ったが、あいつはトロイの木馬だ。早く排除しないと最悪この町を破壊しかねえ。それを調べるんだよ、ノア。敵なのか味方なのか憶測で決めつけてしまうのは良くない。そうだぞ。若干ノアの発言がね、被害妄想に聞こえてならんね。私は警告したからな。取り返しのつかないことになったって。とはいえノアの言うようことももっともっていうかさ、可能性の一つとしてあるわけです。もう知らん、勝手にしろ。消えていくまで可愛いノアです。ノアの言い分も分かんないですね。ノアの気持ちも分かる。心配なんだろうね、クロエや町の人たちのことが。そうだ。あいつはコウコに会ったことがない。だから私たちよりも過去に縛られてはいないんだろう。そうだね。僕たちで証明しなきゃ、アニマが危険ではないということを。そういうつもりでやったんではないと思うけどな、クロエは。準備ができたらまた声をかける。2日目。クロエのおっぱいの中身を、ね、気づいたんやけどさ、クロエが着とる服ちゃんとプロメテウスって書いてんやな、これ英語で。なんてことを考えながら今日の実験をします。そりゃプロメテウスの制服なんやけん、買い取ってもおかしくないわなって。よっしゃ、アニマをちょっとこう調べれるんじゃ。ちょっと弱っとる。あ、抑止装置の影響で弱らせてしまった。ごめんな。ごめんな、俺の敵心で。ごめんな。なこれ。状況監視とかもあるんじゃ。なんか赤なっとんな。エラーな、しかし警告位置。何？あ、暴動の影響によりメンタルレベルが悪化。なるほど。ちょっと、住人の心になんか、ヘイトが。こういうのいろいろ見えるんやな。1日目ってどんな感じだったんだろうな。最終更新7時間前に一時調査の結果が出たと。調査の結果を青葉がまとめた資料だ。選択肢選び方でこの内容もだいぶ変わってくるんだろうな。俺痛めつけてしまったけど。
ヤマトもなんか見えるけど、どういう感じ？もう別にどうでもいいんか。よっしゃ。じゃあ今日もよろしくお願いします。始めよう。どんなもん用意してくれたかな。クロエ、どれから試してみようか。いや、抑止装置またあるやんけ。なんか振りに聞こえてくる、振りに聞こえてくるんや。抑止装置を、あー、なんか抑止装置すごい気になる。抑止装置気になるわ。だいたいさ、心を好きなものを並べるみたいな感じのことを言うてさ、なんでこれ抑止装置ぐるぐる来とんなって話やもんな。なんだ、高校抑止装置大好きだったんか。高校いつも抑止装置を携帯してたんか。クロエが何か粗相を起こしたらやろうと思っとったんか、高校。やる。こいつは、ただのメテオラだ。おはや、クロエの言うことをちょっとやべえ感じになってきてる気がするわ。かわいそうな高校ちゃん。ふざけるな。ふざけるなって、クロエこのタイミングで言うことじゃないからな。やったら俺やけんな。クロエちょっとさ、情緒不安定というかさ、やってることと言うこと、言うよることが全然でだらめことやっとるからな。あいつはコウコとは関係ない。ただコウコを食った化け物、メテオラだ。いや、クロエの言い分がちょっとすごい。関係ありありじゃないか。この特殊個体はコウコちゃんを捕食して人型に姿を変えた。そのことにコウコちゃんが全く影響していないと君は本当に思っているのかい。そうですね、ジュリア博士の言い分が方が正しい気がする。てか俺の選択肢のせいでクロエがやべえやつになってきたから。博士、この様子だと今日これ以上調査をつけるのは困難かと。まだ終わっちゃったわ。全く仕方ないね。今日はこんなところにしとくかい。クロエ、少しアニマと距離を置いてみた方がいいかもしれない。明日はちゃんとさ、抑止装置使わずに行くけんさ。演算空間内でマキアの操縦訓練の予定を入れておくよ。操縦訓練とかやらせてもらえるんすか。それプレイヤーが操作していいやつか。それならジュリー博士も納得してくれると思う。今日はお疲れ様、ゆっくり休んで。あれなんかな、抑止装置使ったらさ、毎日毎日エンドレスで同じ展開が続くかなと思っとったら、そうでもないんか。なんかやばい感じの展開になり、ほんまになんか秘密の時間やって、なんかみんなが多分動画には映ってないと思うけど、そういう表情できた、そういうルート入ったんか。